じゃあ2022年初最弱王決定戦、とうとうここまでね、なかなか取る機会なかったですけども、はい、今年もやりますと、この赤マーチャンネル最弱王決定戦、はい、ちなみにですね、はい、2021年度最弱王決定戦、はい、栄えあるチャンピオンは先生の6回最弱王です、はい、11回やって、はい、6回最弱王先生です、はいはい、で袴田さんが3回、はい、青空くんが2回で、はい、里崎は0回でございます。なんででしょうね、里さん負けないんだよね。今年は違いますよ、ほんとに。ちゃんとちゃんともうこれだけ気合入ってるんだよ。何も知らんやん、何も知らんし、勝負弱いし、手震えるし。そんなんありましたね、もうどんだけメンタル弱いんやっていう、ほんと。で今回はですね、はい、第1回目里崎ゲスト部屋でもやってるですね、はい、空論戦術っていう、うん、こちらのゲームを使って、はい、最弱王決定戦をやっていきます、うん、はい、1から9までの手牌があるんですよね、はい、お互い出していって9回中途勝負で5回勝った方が勝ち、相手より数字が1つでも大きい方を出した方が1戦ずつ勝ち負けが決まります。1から9あるんですけど、9が1に負けるっていう、あとは数字が高い方が勝ち。でこの牌の色があるんですけど、白は奇数、黒は偶数っていう風にそこだけは分かるんですけど、何出したか相手が分かんないです。それを今回トーナメント制で最弱王を決めて、で今回のですね罰ゲームは、今話題のこちら、ペヤング焼きそば、極激辛ファイナル、極激辛の辛さ2倍という、閻魔様が泣いてる、ね、泣けるほど辛みが強いので、小さなお子様や辛みが苦手な方の飲食十分注意してください。でこれを完食、完食、はい、さあまずはトーナメント、グッドパ、せーの、グッドパ、わー、1回戦は、はい、じゃあ里崎先生対決で、はい、はい、先攻後攻は最初はじゃんけんで決めて、それ以降はその一勝負に勝った人から先行になります、はい、ここから勝負始まってますからね。はい。じゃあいきます。最初はグー、じゃんけん、ほい。あいこでしょ。じゃあ先生から先行で。はい。今日楽しみにしていてください。そうだね。勝負だから。はい。はい、お邪魔します。おーい。はい、もう置いてください。はい。あ、迷うなー。大丈夫ですか？ちょっね、じゃあ次はこれだね。さあここ勝つか負けるか大きいよ。おお。これ怪しいな。
2 3 4 5 6 7 8 あ、俺があとまだ2勝すれば1 2 3 4 5勝した方が あ、そうそうそう、あ、もう1回戻して、あ、そうそうそう、うん、だからこれはもう2なのよ。負けちゃった。2022年は違います。これだけは言っときます。違うんです。ありがとうございます。ありがとうございます。食べたかったな。でしょ。じゃあ高校で、高校え、あった方が先行、あった方が先行、そうなんですか、はい、じゃあ、はい、じゃあ行きます。はい、え、何最初にしたの。はい、え、待って、黒、うん、左と、おお、ほう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 、あ、そうなんですね。マジか。そうなんですね。そっから行ったんだ。はどっちからだ？あ、青からだ。まあ次また僕なんですね。はい。次勝ちたいしな。勝ちたいからこれで行こうかな。うん。どう？これで。Round victory. Blue player. また僕なんですね。はい。はい。あ、間違えた。なんだ？おお。またドロー。ちょっと考え方が一緒すぎるのかな。また俺か。じゃあこれだな。待って。出した。あ、違う。ほお。嘘、ちょっと待って、なんでこのドローなの。やばいやばい、勝ちたいな。さあ、ここからですね。完全に私があと2勝以上しないといけないから、ここ勝ったらでかいんだよな。今2勝1勝。あ、私からか。1回勝てば負けはないんで。そうですね。うわ、あ、間違えた間違えた。あー、なるほど、そうくるか。まあこれはまあ、え、ってことは私もあれか、負け？
ドロー、負けかドロー。 2連勝したら引き分けで。あ、はい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 、うわー、2連勝ですね。2連勝。嘘、ちょっと待って。青空くん1回でも引き分けだったら勝ち、はい、マジック1。次青空くん勝て。私いける？私僕ですね。はい、じゃあこれです。よし、あれ？なるほど、これじゃないのか。さあ最後、さあ、はい、もうしゃあないもんね、もうそれしかないから、もうしょうがない。さあ青空、さあ来い来い。はい、じゃあよし。青空君、最後に残ったのは何？僕5なんですよ。あ、5も私3だから。ああ、え、これが何だった？ちょっと見ていい？もうこれ1です。あ、これが、これ9だと思ったんですよ。いや、私ね、9を確実に1回勝たないとと思って、うん、青空くんが黒出した時に出したと。1回ここかな、ほら。あ、そうなんですね。そうで、ここ何だった？ここ何なんですか？うわ、ここでこっち出せばよかったんだ。こっちが大きかったですね、多分。3で勝ったんですよ。あ、ほんとだ。私ここでもしかしたら9出してくるかもと思って、ここで1消化しようと思っちゃった。でかいな、これ大きい。うわ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あー、さあ、マジか。ありがとうございます。ってことは佐藤さんだ、私。ああ、やーだー、うそー。さあ、ということで2022年第1回最弱王決定戦ファイナル。